アウトストラーダ A9 は全体がロンバルニア州に含まれるイタリアの高速道路である。イタリア高速道路会社により管理されており、ミラノ県とコモ県のスイス国境までを接続する。この道路はライナーテのアウトストラーダ A8 との分岐部から始まる。一般的には A8 と一緒にアウトストラーダデラーギと呼ばれている。この道路の歴史は アウトストラーダデラーギのページに記載している。この道路は、ライナー手で、アウトストラーダ A8 から、コモ方面に分岐している。この道路の公式の起点は、ミラノのビアーレチェルトーザのジャンクションとされており、そこから、ライナー手までは A8 と経路を共有している。サロンの出入口近郊のコモ方面 A9 は、ブロギダのスイス税関検問所で終わるが、高速道路としては、スイス側で、 永遠にとして続いている。41km ポストの少し先に、イタリアの高速道路の終点を示す看板がある。そこは同時に、イタリア高速道路会社の管轄の終わりでもある。検問所のイタリア側には、レストランもあり、この部分はアウトストラーダではなくなっている。しかし、この検問所は、物理的には、イタリア領内にあり、実際の国境は2 0 0ル先である。 実際の国境線は、スイスが管轄する高架橋を半分渡ったところにある。高架橋をスイスが管轄する代わりに、その下の部分の一部は、イタリアの管轄になっている。ミラノから来ると、イタリア側の最後の出口は、ラゴディコモである。しかしスイス側に渡るには、その一つ前の出口、コモモンティをリンピノを出て、ベリンツオーナ通りを抜けて、キアッソの税関を通るのが早い。 逆に、イタリア内で、最初のミラノ方面への入り口は、ブロギダの国境線に沿って走っているピエトロ・バラジオーラ、通りから入ることができるコモノールである。現在のアウトストラーダ・デ・エラーギは、ミラノ方面への多くの通勤交通を支えておりかなり重要な道路である。さらにこの道路は、イタリアから欧州の国々への商品輸送にも必須な経路である。運営は、 イタリア高速道路会社に委託されている。このアウトストラーダでは、開放型通行量システムを適用しており、料金所のあるフィーのモルナスコの、出入り口とグランダーテ本線料金所を通るロマッツォとコモチェンドロの区間を通るすべての車両が対象である。イタリアとスイスの国境を越えると、一年間有効な、スイスの高速道路通行許可証を重複する方式で、 通行量が徴収される。微行、逆方向の距離は理解のための参考値である。公式距離の起点はアウトストラーダ A8 の視点と同一のミラノチェルトーザである。アウトストラーダ A9 のライナー手とコモグランダー手本線料金賞の間の3、車線価格副計画が2004年のホイ4に記載された。 工事区間は 23.2km にわたっており4.34億ユーロを必要とした。イタリア高速道路会社の工事のパンフレットによると、示されているインフラの工事の全額が請求されている。この数字には、オリッジョウボルドの出入り口 13km の防音壁 A8 ラインテと、ミラノ北の間の5車線化など発見のすでに着手されている工事も含まれており、 工事の進行は全体の3%に当たる。工事はパビメンタル社に引き渡され、公式に2009年7月27日に始められ2013年3月に完了する計画だった。三社選果は、この方面は2012年5月25日に、南向きは同年7月にそれぞれ完了した。三社選果は公的資金を使わず予定より10ヶ月も早く、 完成した。ありがとうございます。